ことはありますか？ありますはい、あります。で、何からできてるかは知ってますか？それはちょっとって感じですよね。じゃあ今回は何からできているかですとか成功なんかについてもご案内しながら後ほど飲み体験をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でまず何からできているかなんですけれども、こちらの表にあるように、材料とはこちら、サトウキビ、天然の材料からできているんですね。でサトウキビを圧搾して糖蜜という成分を取り出します。でこちらの糖蜜を発酵したものが味の素ですね。なのでお醤油やお味噌、ワインと同じように発酵食品の仲間になります。でこちらをグルタミン酸ナトリウム、粉末状にしたものが味の素です。そしてこれから卵ご飯を食べてもらったら味の素の飲み体験をしていきたいと思いますので、今準備しますね。お味をはい、まず最初にですね、卵とお醤油、あとご飯を混ぜただけのものを召し上がっていただきます。でその後に味の素を2、3振りかけていただいて、味の違いですとか旨味がどんな風に出ているのかというのを体験していただきたいと思います。はい、それではですね、まずは味の素を入れずに一口召し上がってみてください。いつもの味って感じですかね。はい、そしたらこちらを2振りか3振りぐらい入れてみていただいて、こちら出してどう変わるのか。かわいいですよね。ミニボトルがかわいいですよね。軽く混ぜて召し上がってみてください。何かしたらないなと思ってお醤油をかけてしまうと思うんですけれども、このお醤油の代わりに味の素ということによって塩分も与えられますので、他のお料理なんかでも何かお酒の中に塩とか醤油はなくて味の素をかけて食べてみてください。でちょっとこちらの味の素を使ったご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、だし感アップ、味噌汁やスープに入れていただいて、だし感アップを作るのと下ごしらえなんかにも使えますね。お魚やお肉にあとはドレッシングやちょっと味が柔らかいので仕上げですね、チャーハンや野菜炒めにしていただくこともできます。これから夏はゴーヤチャンプルなんか食べる機会があると思うんですけど、結構ゴーヤが苦くて苦手ってことが多いんですが、いい時もパパッとかけていただくと旨味が加えられますので、苦味を抑えられて食べやすくなると思いますので、ぜひこちらもお試してみてください。圧倒的にうまみ成分が増したと思います。本当ですか？いつも自宅で使って食べてます。はい、そうなんです。どうでした？美味しかったです。まろやかになって食べやすかったです。そうなんですね。でもやっぱりパンダのイメージが強い。そうなんですね。キャラクターのイメージが。キャラクターも可愛いし、味も美味しいし、若い人はね、あんまりもしかしたら使ってないのかもしれないけど、結構お母さん世代から、ね、はい、伝承されて使っていきたいなと。こういう可愛らしいパッケージだと思います。はい、そうですね。そうですね。はい、野菜炒めとか、結構何でも入れてますね。そうなんですね。炒め物が多いかな。でも多いですか？はい、どうですか？どんなものに？チャーハンが多い。ああ、そうだね。チャーハン外せない感じがして。はい、今度結婚するので新居に。あ、そうなんですね。ありがとうございます。コクが出たというか。なるほど。はい、どうでしたか？なんか全然違いました。味がそんなに変わるんだなってびっくり。あ、本当ですか？じゃあなんか使いたいなって。あ、本当ですか？どうですか？なんか味の素って普段なんか意識して使ったことなかったので、はい、なんか使ってみたいなって思いました。でも今の卵かけご飯が美味しかったどうですか？そうです。なんか今度は卵をなんか割らないでそのままご飯にかけて、はい、まあ、食べてみたいなって思います。そうなんですね。まろやかな、実はここがアップしたような気がしました。なんか味が引き立つような感じがしました。はいはい、思いました。思いました。いつも使ってます。あ、そうなんですね。どんな料理に使ってますか？卵かけ
はい、なんか料理とかも全部とにかく入れてます。そうなんですね。ドレッシング作ったりとか、あ、じゃあそれでなんかもう調味料としてありますね、はい、あ、じゃあもう常にご自宅に、ね、あるんですね、ないとね、もう足りないじゃないですか。いいんです。あ、そうなんですね。じゃあ今回の卵かけご飯以外だったらどんなものを使ってみたいと思いますか。今お伺いしたチャーハンを入れてみたいなと思います。そうなんですね。じゃあ今後はぜひ、はい、使ってみたいと、はい、すいません、ありがとうございました。